オリブリオス、または、フラウイウス・アニキウス・オリブリウスは、西ローマ帝国の皇帝。ローマの貴族階級の出身。西ローマ皇帝、ペトロニウス・マクシムスとは、親戚関係がある。ローマ氏が、バンダル族の王、ガイセリックによって455年に略奪された後、コンスタンティノープルに逃れ、464年に、同地で、コンスルに就任した。この頃に、 西ローマ帝国皇帝ウアレンティニアヌス3世の王女、プラキディアと結婚。ガイセリックはかねてより、オリブリオスを西ローマ皇帝に担ぎ出そうと図っていたが、オリブリオスが結婚によって、ガイセリックの息子フネリックと義兄弟になったため、ガイセリックは、この木を捉えて、オリブリオスを西ローマの帝位に祀り上げた。年に、東ローマ帝国皇帝レオ一世によって、 西ローマ皇帝アンテミウスを支えるべく、イタリア半島に使わされるが、アンテミウスと対立する、リキメルと交渉して、不本意ながらも皇帝として宣言し、競争相手を殺害して反対者のない中定位に着いた。オリブリオスは、プラキディアと結婚したため、テオドシウス朝最後の皇帝とみなしうる。その知性はあっけなくもつつがなく終わった。プラキディア夫人や娘や日記や。 ユリアナに先立ち472年に自然死した。この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含むチズム、ヒュー、エド、アリブリアス、エンサイクロペディアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティプレス。ありがとうございます。